先ほどですね、アンパンちゃんは高知からね、参加だったんですが、続いては、同じ四国で、こちら、高松ですね、地元のマジシャンの登場でございます。でも、ちょっと名前を僕、先ほど初めて知ったんですが、ひらがなでシグナルズっていうですね、なんか3人のマジシャンのユニットだそうです。ちょっとですね、なんかコメントを聞いてきたんですが、その前にごめんなさい、ちょっとですね、すみません、ややこしいんですが、青と黄色と赤がいると、なんか戦隊ヒーローみたいですけどね、赤がリーダーだそうですね、であとは青と黄色がいるんですね、それぞれの担当で、青の方が、ちょっとまあ、よくわかんないですけど、なんか、いやもう、初めて四国のこの舞台ですから、もうすべて赤と黄色にお任せしますと。で、黄色の方のコメントが、なんか昨日疲れたからもう赤に任せますということでして、で、赤のコメントが、2人をまとめるのがとても大変ですと、なんか3人とも愚痴ばっかり言ってるんですけどね、大丈夫なんですかね。しかもなんだか、その演技の方も今日ほとんどぶっつけ本番でするそうでございます。ちょっと心配なんですけどね。さあ、大丈夫なんでしょうかね。じゃあですね、シグナルズですけど、スタンバイの方は大丈夫でしょうか。大丈夫ということなんですが、なんですかじゃなくてですね、いきますね。ちょっと心配ですけど。すみませんね、なんかこの3人のおかげで僕もグダグダになってきてる気がしますけどね。さあ、じゃあ、まあ見てみましょうか。じゃあ行きましょう。はい、シグナルズです。どうぞ。Thank you.
はい、皆様、シグナルズにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、まあ、なんとか息が合ってたようですね。まあ、普段ね、すごくなんか、まあ、仲がいいのかつるんでる3人、いつも一緒にいます、見るたびに3人ですのでね、結構この高松ではですね、まあ、大体こう有名なですね、3人ともマジシャンでございます。